ニュースです。老舗アイス会社シニアの学園ラブコメで注文激増。新潟のアイスメーカー製氷がツイッターで登場人物が全員シニアの学園ラブコメディ調の新 CM を公開し、大きな注目を集めている。話題の CM は映像作家世界監督が手掛けたもの。シニア俳優で表現した理由として、世界監督は老舗のアイス屋さんだと表現するためと回答した。反響は大きく、動画公開後から1日で2021年11月の1ヶ月分の注文が入っている。